モデルヒューマンプロセッサは、スチュアート・カード、トーマス・ピー・モラン、アレ・ニューエルによって構築された人間の認知をモデル化するための手法である。モデルヒューマンプロセッサ人間の知覚、認知、運動及び記憶容量をコンピュータの処理及び記憶容量になぞらえ、人間があるタスクを実行する際の所要時間を計算したり、システムのユーザビリティを評価したりするために利用する。 カードらは人間の知覚、認知、運動に関する処理機能をそれぞれ知覚系、認知系、運動系としてモデル化し、各系における処理の所要時間や記憶領域の容量などを実験によって定量的に求めた。このためシステム設計者は自ら実験を行うことなく、それらの値を利用することにより、ユーザーがシステムを利用する際の所要時間を推算する。 ことが可能である。視覚系は、視覚刺激や聴覚刺激を知覚する役割を担う。視覚系では、視覚プロセッサが処理を行い、視覚イメージ貯蔵庫及び、聴覚イメージ貯蔵庫と連携する。視覚プロセッサが1回の刺激を知覚するために要する、時間は、平均100ミリ秒である。認知系は、記憶を紹介したり、情報を処理したりする役割を、担う。 認知系では認知プロセッサが処理を行い、作業記憶及び長期記憶と連携する。認知プロセッサが1回の認知処理を実行するために、要する時間は、平均70ミリ秒である。運動系は体を動かす役割を担う。運動系では運動プロセッサが処理を行い、作業記憶と連携する。運動プロセッサが1回の動作を発動するために、要する時間は、 平均70ミリ秒である。人間が一連のタスクを完遂するまでの所要時間は、以下の手順によって推算できる。一連のタスクに含まれるステップをすべて上げる。各ステップを知覚プロセッサ認知プロセッサ運動プロセッサのいずれかとして置き換える。知覚プロセッサを100ミズ、認知プロセッサを70ミズ、運動プロセッサを70ミズに置き換え、それらの総和を求める。 求めた総和がそのタスクを完遂するまでの所要時間に相当する。例えば、ディスプレイ上に2つの記号が並んで表示され、両者が同じものならば、キーボードの Y キーを押し、異なるものならば、N キーを押すという一連のタスクを完遂するまでの所要時間は以下の手順によって求められる。2つの記号を視覚的に近く、両者を比較、押すべきキーを決定、キーを押す。 近くプロセッサ認知プロセッサ認知プロセッサ運動プロセッサ100水70水70水、70水イコール310水人間がこのタスクを完遂するまでに要する時間は310ミズであると推算できる。ありがとうございます。